ユニバーシティハイツ橋は、ハーレム川を横断し、マンハッタンのインウッドにある西207丁目と、ブロンクスのユニバーシティハイツを結んでいる。通りなから207丁目橋とも呼ばれる。橋は、ニューヨーク市運輸局によって、運営、維持されている。2008年の日、平均通行量は39,340台。上下方向に、片側に車線車道があり、南側には、 歩道がある。過去には、現在は廃止されている、ニューヨーク州道 QX 号線が通っていた。この場所にあった、最初の旋回橋は、新しい橋と取り替えられたブロードウェイ橋の以前の、ものであった。1906年6月、古い橋は、川の下流へと浮かばせ、新しく建設された、中央埠頭に置かれた。すべての新入路や、他の構造が完成した後、 1908年1月8日にユニバーシティハイツ橋は開通した。設計はアルフレッド・パン・コースト・ボラー。さらに新しい橋は1982年と1992年の間に老朽化した従来橋の掛け替えのために建造された。2008年6月12日、ニューヨーク市境100周年委員会は橋の100周年を記念してパレードを計画した。 このイベントには、ブロンクス区長のアドルフ・カリオン・ジュニアや、マンハッタン区長のスコット・ストリンガーが参加した。ユニバーシティ・ハイツ橋には、バス高速輸送システムを採用する、セレクトバスサービス BX12 と同様に、ニューヨーク市都市交通局の運営する BX12 が走っている。この路線の平日平均乗客数は45,039人である。ブロンクス側では、 橋から歩道でメトロノース鉄道ハドソン線のユニバーシティハイツ駅へアクセスすることができる。ウィキメディアコモンズにはユニバーシティハイツ橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。